ッとカリッとサクサク。こんにちは。すごいもうめちゃくちゃ乱れてるんですけど、そう臨月になったんですね。10ヶ月になりました。イエーイ。自分で10って言われても本当に10って言われたら思うし、言われなかったら10って思わないんだけど、とにかく臨月ってやつになりました。であと生まれるまではそんなに日にちもないし、そうで、なんかこう本並さんとなんていうんですか、この2人の時間があんまりなかったので今まで、だからこの旅行に行こうってことで、そうですね、臨月入る前9ヶ月ぐらいに1回行って、2人でゆっくりしてきました。はい。あとはまあ時間があったらまあコストコに行ったりとか、そんな感じですね。あとはもうずっと家にいるし、それはもう変わんないかなっていう。妊娠してから仕事はもちろんそうなんですけど、まあ外食とかもなるだけしてないし、そうですね、お家でご飯食べることが多いので、まあゆっくり過ごしています。で体調はもうね、どんどんおしっこが近くなって、本当にあのね、してもまだその残尿が残るみたいな、多分わかるかな。お母さんとかは多分、お母さんというか先輩ママさんとか、今妊娠している方たちはみんな多分、あーそれそれって思うと思うんですけど、本当にめちゃくちゃ近いんですよ。で最近は特にこの胎動がね、6ヶ月とか7ヶ月ぐらいから感じるようになったんですけど、動く感じね。でも最近本当にめちゃくちゃ動くし、夜中も寝てる時に動くんだけど、動いたらなんか下にこうなんか下がってきてるせいか、めちゃくちゃ痛いんですよ、このお腹のこの下ら辺が、ここら辺、ここ子宮なんだけど、そう今ここお腹じゃないですか、今もめっちゃ動いてんだけど、そうそう、だからまあお腹の大きさ的にはこんぐらいですね、うん、まあでも思ったよりは大きくなってないかも、もっと私こんぐらいになると思ってて、まあ、女の子だからかなっていうのもあるし、そうですね。で体重もそう変わってなくて、まあ、赤ちゃん大きくなってくれてるんですけど、そうですね、私もいろいろ気をつけながらも、年末年始挟んで、まあ、結構不摂生というか甘いもの我慢してたんだけど、まあ、ソフトクリーム食べたりとか、うん、なんか、まあ、低糖質のものを選んで食べてたんですけど、まあいっかと思って、年末年始は結構めちゃくちゃにってほどでもないけど食べてました。でなんとですね、臨月に入ったら検診が1週間に1回だから、そうですね、もうすぐ検診なので、まあ今日はちょっと気をつけてる感じですね。まあでも検診行く前に気をつけてもしょうがないらしいんだけど、でもなんか気持ち的にで、最近てか前回の検診は逆に気をつけすぎて、なんかあんまりいい結果じゃなくて、逆に血糖値がすごい下がっちゃって、低血糖になっちゃったんですよ。ただ食べてるからなんでなんだろうなっていうのも結構あったりとかして、で産婦人科じゃなくて内科の先生とかといろいろ話して、いろいろこう何食べて血糖値が上がるかとか、自分の中でこう勉強するために、あの血糖値の測定の検査の機械を借りたりとかして、まあ、定期的にってわけじゃないんですけど、これを食べた時とかこの日はとかっていうのでいろいろ測ってたら、やっぱり私炭水化物がめちゃくちゃ上がるんですよね。だから炭水化物でも、白米がめちゃくちゃ上がるから、玄米の時と多分50ぐらい差が違って、だから例えばもともと80、朝測って80としたら、玄米とかお鮭とか、なんかそのそういうバランス的なものを食べた時には98とか 100いかないぐらいかな、2時間後に測って。そう、でもこの前ご飯とお肉とあとサラダととか、まあ、結構一応気をつけながら食べてるけど、その時に117ぐらいかな行って、でなおかつ血糖値ってこう上がって、ご飯食べたら上がるじゃないですか。で上がったらこう下がろうとするのに、ここで甘いものを食べるともっと上がるんだって。でそれをこうまた様子見ながらやって、何食べたの、チーズケーキかな、食べたらマジで、その瞬間測ったら157ぐらいまで上がったんですよ。で2時間後測り直しても127とかで全然下がんなくて、
だからやっぱりこうなんか食後のデザートってもちろん大事なんだけど、やっぱ妊婦さんからしたらやっぱ食後のデザートが一番ダメみたいで、それだったらなんか3時のおやつに一食としてなんか食べるっていうのがいいんですって。なんか今分食はしてるんだけど、なかなか分食もこう時間だったりとかいろんな、まあ、例えば出かけたりとか、まあ、そうですね、なんかそういうのもあるからなかなかできないことがあって、だそういう時に例えばそのチーズケーキを食べるなら野菜サラダとか食べてからチーズケーキ食べるとかを一食にすればこんな風には血糖値上がらないんですって。でそれから、まあ、気をつけてって言っても、まあでも食後に食べたいなって思う時食べちゃう時あるんですけど、そうですね、だいぶ下がって、まあ、今はだいたい80ぐらいから、うん、食べ終わりがまあ98とか110ぐらい、結構食べちゃった時はそこがちょっと栄養管理がめっちゃ難しいなっていうのと、なかなかねやっぱり食べたいしねってなっちゃって、うん、だからね、ストレスだったり我慢もあんま良くないけど、でも逆に我慢しないでずっと食べ続けて体重が増えて、私ももともと太ってるから、だからもう例えば最大マックスでも8キロぐらいまで、 5キロから8キロぐらい、6キロか8キロぐらいまでって言われてて、まあ今4キロなんで、まあ、4キロから5キロぐらいかな、この臨月になってから本当に前の時よりも太りやすくなったので、まあ5キロいくかいかないかって感じなんで、そこをちょっとキープしながら、で次の検診で、まあ、赤ちゃんがねどのぐらい大きくなってるかなっていうのもあるし、あんまり大きくなりすぎると本当に下から埋めないんですよ。それも先生にすごい言われてて、で埋めないと帝王切開になったりとか、まあいろいろ大変なことがあるからっていうのもあったので、そうですね、だからちょっと私も気をつけながらいる感じでいます。まるっとカリッと、すごい、あとこうコメントだったりとか、すごいね、皆さん優しいなと思うコメントももちろんあるし、あとはなんか、まあ、ツイッターはもういろんなことがあるんですであれなんですけど、なんかマタニティハイすぎるみたいなのあるんだけど、でもマタニティハイっていう言葉は私は知らなかったんですけど、やっぱりこうニュースって、例えば私がなんか肌着を100着買ったのかな、なんかそういう感じでニュースには載ってたんですけど、でもそれって100着あるっていうか、100着自分が買ったわけじゃなくて、いただいたりとかいろんなものを換算して100着で、なおかつ使わないんだったら封を開けて洗うことなかったのに、私全部洗っちゃって、そうですね、だからそれぐらいで100着あって、その水出し的な、なんていうの、赤ちゃんの着る前にやるや儀式みたいなのがあるじゃないですか。ごめんなさい、これ引いた。そうそう、だからそれですごい大変だったっていうことを書いたら、そういう話をねニュースになって、まあ、ニュースにしていただくのもありがたいんですけど、そうそう、でそれを見た人がマタニティハイだよねって言われるんだけど、別にマタニティハイというか、でもハッピーなことだし、その人生で赤ちゃんを産めるってすごい幸せなことじゃないですか。だから別にハイでもいいやとか思いながら、なんかいろいろ落ち込みながらね、なんかこう妊娠生活をするのも嫌だし、本当にいろいろ難しいなって思いますね。このなんか SNS って、なんかこう、まあツイッターは特にそうだけど、細かいことを先に書かないじゃないですか、自分のこうつぶやきだから。でもそのつぶやきに対してうんって思う人がこう言ってくるわけで、それに対してじゃあ一つずつね返してたら返してたらキリがないというか、なんか私も知ってる人がそれを私に言ってくるんだったらいいんだけど、別に知らない人だからどうも思わないじゃないですか実際。まあ嫌ですよ、悲しいし、なんかそんなこと自体言われるのがなんでかなと思うし、一つのことがあったら全然それからなんかこう上げ足を取るというかさ、なんかなんていうの、こう全部がな、これはなんでこれはなんでって、もうそれをわざわざこうなんて言うのも細かくて難しいなっていうことをね毎回言ってくるし、別に、だからそういうのはなんかこう産休に入って、特に私もツイッターだったりエゴサしたりするんで、うわ、なんだろうなっていうのもあるし、だからすごい SNS がめちゃくちゃ便利だなって思うけど、結局こう一つのことに対してみんなが攻撃してくるみたいな時代ってなんかどうなんだろうなとか思いながら思ってたりとかして、なんかそこがすごい
難しいというか、まあ難しいんだったらやんなきゃいいんだけどねっていう話もあるんですけどね。だから私もいろいろこう気をつけなきゃなっていうのも自分でも思いながら、個人個人ね意見がみんな違うし、自由に私本当に自由なタイプなんで、やっぱりこう自由につぶやいたりとかっていうのもあるから、まあ周りの人たちが結構ヒヤヒヤするかなっていうのもあるけど、いろいろ思うことはあるんですけど、でもそれって一人一人全然違うことだから、それに対して何が違うとか正解とかって別にないし、お互い疲れるなっていうのがあるので、そうですね、まあだからツイッターはまあほどほどに、まあでもいろんな本当に批判の意見もあれば、逆に応援してくれる意見とか DM なんて本当にそれの100倍ぐらい入ってくるんで、100倍っていうのかな、そうそう、だからそういう人たちと私はつながりたいなって思うというか、うん、だからそのために SNS ってあると思ってるし私は、うん、だからそんな感じを感覚で、みんなすごい大丈夫大丈夫って心配するけど全然大丈夫なんですよ本当に。なんかこう周りに本当にすごい、まあ、ポジティブな人がたくさんいるし、いろいろこう自分が道からずれないように、道からずれないっていうか、いろんなアドバイスだったりとかマネージャーさん含めて本当にいろいろやってもらえてるのがヒーターですね。そうすごいそれがありがたくて、私は本当に周りにいる人たちに恵まれてるなっていうのもあるし、まあ、だから、まあ、なでしこジャパンで優勝して、なんかこうなでしこのメンバーも未だにもうみんなつながってるし、でテレビのお仕事もそうだけど、なんかこういろんなことがつなげてくれてるのはもう私はただいるだけで周りの人がやってくれてるなっていうのもあるので、本当に周りの人に感謝してます。だから、まあ、なるだけね赤ちゃんまでは穏やかなんですけどね、そうだから穏やかにいたいなっていうのと、またこうしてこう YouTube だったりとかインスタだったりとかインスタライブとかなんかそういうことで、 YouTube ライブもそうか、そういうところでこうリアルタイムに皆さんとつながれたらなっていうのも思ってます。今こうテレビのお仕事をお休みしてるので、テレビでねこう出ることはないんですけど、そうでもまあ SNS でこうして気持ちいいとかを候補に伝えられるのはすごいいいなと思っているので、まあ、コメントをたくさんいただけたら嬉しいなっていうのは思ってます。サクサク、いや肌はもうめっちゃ乾燥してるよね、乾燥してるし、まあ、もうほぼ眉毛だけなんですけど描いてんの、このなんかおでこ、あとまあちょっと白髪が増えてきてるっていうのと、金髪がなくなってきてるっていうのと、前髪伸びすぎっていうのと、もう放置してるんでこのまま、まあ、この後ろは、まあ、金髪あるんですけど、ここ取っちゃうともうほぼほぼ黒、真っ黒、こんな黒いのっていつぶりだろうなってぐらい、まあ、とりあえず今は自然のままいきたいなと思ってます。あとねすごいこれあんま本並さんいると言えないんだけど、なんかやっぱりこう便秘がちなんですよ、ヨーグルト食べたりキウイ食べたりとかして便秘がちで、で便秘に薬は飲みたくないけど便秘になるのもダメなんですって。だからちょっともう本当にあまりにも危なかったら薬っていうか、そのカリウムかナトリウムかなんかそういう粒みたいな、だから薬って思うとあれだけど、まあサプリメントって思って飲もうかなと思うんですけど、まだ今のところはねあれですけど、そうだからなんかこう便秘がちで、産前もそうだけど産後もすごい便秘がちになるんですって。だからちょっとそこを考えてるっていうのと、あとなんか笑うと本当に多分おしっこ出ちゃったりとか、だから私今尿漏れシートを買ってるんですね。で、まあ、生理の時と違って尿漏れだってやっぱ尿をこう吸収してくれるから、そう尿漏れシートをつけてやってるんです。本当に思いっきり笑ったりとか、あとおしっこもそうだけどゲロ出ちゃったりとか結構あったの、そういう時期が。で今は特にこうおしっこ出たりとか、あとおならをすごい、やっぱ便秘だからなのかな。でも便秘って言っても1日1回は絶対あのトイレしますけど、今までだったら例えば朝ご飯食べて昼ご飯食べて夜ご飯食べて、私1日3回ぐらいはちゃんと快便で出てたんですけど、今本当に出ても2回とか1回ぐらいしか出なくて、誰か帰ってきて、だからそこがちょっと大変だなと思ってます。
この動画を見て、そのまま前髪が伸びたら他の毛と合体して一つの毛になるんじゃないかなと思う方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。これがさ、こう伸びてさ、眉毛とつながるか、このこう伸びて鼻につながって一つになる、一つの線になるのかなって思うって時たまにあるよ。長くなると、こんなに今長いんだもん。見て、全部隠れちゃってるよ。はい、じゃあね、バイバーイ